こんばんは、真夏の夜のホラー、初心者ギターとは何か。ホラーになっちゃってるのはこの LED、ランプ、これあれなんですよね。ちょっとこの部屋のね、照明がね、動画撮るにはちょっと適さない。あ、この辺りにこれ明かりが来るとちゃんと顔が映るのか。下に置いちゃうとね、ダメだね。まあいいや。また暗い感じでいきます。ちょっと SNS とかでリンクを貼らない、ちゃんと初心者ギターやろうかなっていうのをもう考えながら、もう今日もう時間なくなっちゃって、でも配信したいなっていうね気持ちがあって、ちょっとね、いろいろね、書類を整理してたら、本はね、この間ね、ものすごいね、20カートンぐらいね、ブックオフにね、売っちゃったんでね、いろんな本をね。で、本なんだけど、書類にやっぱり入れてた、こう、大判なのね。これ、初心者ギター弾き用のテキスト。これ私ね、多分ね、自分で買ったんじゃなくて、ギター始めました的なことを SNS とかでつぶやいたりとかしてたら、親切な方が送ってくださったりとか、あるいはね、どっかで会ってなんかあげるよって言ってくれた。ちょっとシリーズでもう一冊あるんですけども、これがね、書類から出てきたの。書類に混ざってこういうやつだったから、なんかね、書類に一緒にね、書類用のボックスに入れてたのね。で、出てきて、なんかこう、なんか味のある表紙なんですよね。超簡単、10分で弾けるアコギソロ。で、ここに超簡単って書いてあって、超簡単って書いてあって、こう、収録じゃなくて、なんていうの、テーマ、課題曲みたいなのがここにあるんですけど、放課後の音楽室。知らない。大きな古時計、これは知ってる。ハッピーバースデー、知ってる。あ、ハッピーバースデートゥーユー。ホタルの光、グリーンスリーブス、花は咲く。何これ、ハニ漢字が読めない。土辺に直ってなんだっけ。今なんだっけ。ネットもね、ネットを今ね、つけない。PC いつもこう目の前につけてて、今ね、こう、ちょっと E としては、紙でしょ？で、今ね、机の上のキーボードもね、なくしてね、今日ね、なんていうか割と、ネット断食してるのね。メンタルにいいのよ。だからね、メールとかも見ないしね、LINE も見ないし、っていう、今日一日を終えて、で、音出しちゃいけない時間も過ぎて、初心者ギターとは何か、真面目に配信しようと思って、まあ全然何も準備してないんで真面目じゃないんですけども、これが出てきたっていうので、土辺に直なんだ。なんだ、なんとかの宿。なんとかの宿っていうとね、吉田拓郎さんの歌を思い出すんだけどね。旅の宿か。すいません、今曲を読み上げている途中で、やっぱ羽生でいいんだ。羽生の宿、知らない。すべての人の心に花を、知らない。アメージンググレイス、なんとなく多分ピストルさんを思い出しますね。多分あれですね、ピストルさんがカバーしたアメージンググレイスですね。そして四季の歌、世界に一つだけの花って、これあれ、なんか有名な前、ちょっと前のアイドルグループ、違うから分かんない。あと、清この夜、キラキラ星、ゾウさん、上を向いて歩こう、オーラリー、
オーラリー知りません。課題曲こうやってあるのよ。それでこの出てきた、もう全然記憶にもなかった、これもしかしたらよくライブハウスでご一緒したはっちゃんさんからもらった可能性もあるのよ。あるいはメルカリで買ったとかって可能性もあるんだけど、多分そこまで自分しなかったと思うんだよね、本はね。出てきたんですよ。で、これをこの本に出てる課題曲をポロンポロンと私がやっていくと、本当に初心者ギターとは何かの真髄に迫れるんじゃないかということで、これね、すごいよ。課題曲は多分放課後の音楽室とかなってるんだけど、ページをめくると最初に、まあ、基礎的なトレーニングをしようとかね、簡単なソロを弾いてみよう。そう、簡単なソロを弾いてみよう。さっきこの動画撮るにあたってね、はい、これね、岩波文庫のしおりを挟んでおきました。清この夜から始まりますよ、この本は。4ページ目がね、簡単なソロを弾いてみようって言って、C コード、G コード、G7F の 図が出てて、次の5ページ目で簡単アレンジ、清この夜ってなってて、 C なのね、 C ね、 C、 この言わずと知れたあの C ね。昔あの C だけで歌える歌があるとかってよく聞いてて便利だなと思ってて、まあ、そういう話だけ聞いてて全然やらなかったんだけど、これと清子の夜が歌えるのかな。清子この夜で G に星はで、C に戻って光、これ いけてるのかな、これ多分ね、清しこの夜星は光、ストロークで弾けっていうそういう指示はないんですけども、まず C のコードフォームを押さえてみましょう。この4小節はこの C のフォームを保ったまま弾くととっても簡単にできます。ポイントは親指で弾くベースをたっぷりと響かせることと、1小節目と3小節目に出てくるラの音の押さえ方ですっていうね、もうなんだか意味が分かんなくなってくるんですけども、はい、書いてあるこの少ない文章を読むとね、例えば清し、適当にね、こうやってね、適当なんですよ、自分のアルペジオ。清しこの夜星は光、なんかいけるみたい。そんな風にね、次救いの巫女は救いので F がね、こう来るのね。これ F はね、いわゆるなんだろう、初心者が F の壁っていうのをなんかよく聞く言葉もありますけどね。まあなんだろう、握力ある人はね、ちょっと練習すれば F を抑えられると思うんだよね。握力っていうか指の先の力、私の場合多分ね、あの中国武術やってたから、あのね、あの高校生ぐらいの頃ね、あの砂をねつっついたりね、あと指立て伏せやったりとかしてたんで、でまああのね、格闘技好きだった、昔はあの鉄の爪、アイアンクローとかね、なんか鉄の爪っていうフレーズだけですごい有名になったプロレスラーとかいましたけどね、あのまあとにかくそういう
いびき焚いてた人間は多分ちょっと頑張ればすぐ F を抑えられると思う。自分のこのギターなんてめっちゃコンディション悪いから、あれなんですよ、結構力多分使ってると思う。 F の壁、まあ F はもう F がここで出てきて、すくいのみこはすくいのみこはすくいのみこってさ、みこって何なの、みこ猫の名前みたいな、みこさん、みこは子供か、子供に丁寧の王をつけてみこ。なぜそう思ったかというと、次にみははの胸にっていう風に、このなんだろう、キリスト教の幼稚園とか小学校とかでよく歌われる曲ですよね。クリスマスの時に歌われたのか。まああれ、昔で言えばタイガーマスクのね、みなしごたちの住む家でクリスマスの時に歌われたりとか、そんな歌、どういう例えを出すんだっていうね。みははの胸にで G7 っていうのが来て、ね、もう夢ややすく、これで清し、この夜、今日私今初めて弾いてみたんですけど、大体いけたという。ストロークだけでいってみますね。ページめくんなきゃいけない、1ページね。このページめくる瞬間をどう今まとめるかっていうのは課題ですけど、ページめくる、ちょっとすぐめくれるように、さっきの岩波文庫のしおりを使って、ストロークで「清し」知らないからね、勝手な歌いマシになってるかもしれないけど、こんな感じだですよ。 C G C F C F C G7 C C G7 C 最後 C ボロン終わりみたいな感じ。これが、このテキストでやっていく第1回目、でだんだんね、そのうち本当アメージング・グレースとかって入ってるの、本当にアメージング・グレースはね、本当にピストルさんがね、 NHK のなんと紅白歌合戦に出ちゃって、アメージングレース歌ったやつだと思う。なんか全然違う話だったら大ボケだけど、オーラリーとか全然知らないし、アメージングレースどこだ、
今ね、アメージングレースはアメージングレースって言いながらメロディーとかをちょっと思い出そうと思ってるんだけど思い出せなくて、ちょっと待って、出てこないよ。アメージンググレースは羽生の宿の次の次でしょ。羽生の宿が来て、あれ、グリーンスリーブス、表紙に出ている順番通りに収載されているわけではないんだね。あ、アメージングレース、すげえ後ろの方にあった。歌詞とかないよね。あの文鎮に使うっていうね、過去をね。ピストルさんの、あの、とにかくあの、ほら、あの、あれですよ、恩人が、病気になってね、あの、たとえ刺し違えても、なんだ、いや、さ、あ、なんだろう、飲みになったあなたの白髪を抜いてあげたいみたいな、あのフレーズとかで言ったりとか、あの、なんか刺し違えても癌細胞と、どうとか、ちょっと今全然あの思い出せなかった。ちょっと一回聞けばいろいろあの感動的な、あの、なんだろう、ピストルさん節のあれを思い出す。アメージンググレースもとにかくこれ出てる。ただこれ一回一回やっていくと本当にシリーズがもし続けば本当最後の方、アメージンググレースイージーってなってるんで、簡単バージョンね。だから最後はピストルさんのそれを自分もできるようになるかもしれないっていう目標にしたりとかして、この出てきたこの本、処分しないでよかったぞっていう、ソロギターイン10ミニッツ、超簡単、超簡単、10分で弾けるアコギソロ。あの、アコギはアコースティックギターの意味だけど、ソロっていうとなんか私の場合あれですよね、考えると本当ソロギターっていう、人によって何がソロギターなのってなんか実はすげえあるよね。私みたいな初心者ギター、これもソロギター、だって一人でやってるからソロじゃんみたいなのもあるしね。オートバイでツーリング行く時に一人でツーリング行ったらソロツーリングだしね。でもなんかあのソロギターってやっぱあのね、あのトミー・エマニュエルさんが究極だったりとかって、あれもソロギターだしね。でもな、あれですよ、このアコギソロだからね。でやってきますんで、顔くらいのままだね、これね。これ照明をこの撮影用だとこう下に持ってくるとどうしても、ほら、ホラーになる。ちょうど今の季節にちょうどいい。ね、ちょっと落語系のいろいろやりたいっていうのもあるんですけどね。怖いよね。まあ、そういうことで今回、これまで これいわゆる、初心者ギターとは何か、プレ探究編、初心者ギターとは何かというシリーズを作っていくにあたって実験している動画みたいな感じです。そういうことでね、今日ネット断食しましたけど、明日はね、さらにネット断食一日できるかなっていうちょっと活動企画になってます。総合的に交互期待ということで、私の
YouTube チャンネルに総合的に交互期待みたいな感じですね。そういうことでバイバイ、また次回。ギター何かこれですね、要するにこの C ね、今日は C と G と、なんか清志この夜で笑うとこの人キリスト教的なあれを普及しようとして始めてるのかとか思われるのもなんか嫌だけどね。ちょっとやっぱアメージンググレイスのピストルさんのあれをガーンってやりたいな。早く終われ、そろそろ終わります。はい、じゃあバイバイ、またね。